日本関東地方東京都江戸川区、二之江町二之江町は東京都江戸川区の町名へ。住居表示未実施。郵便番号は134-0093。江戸川区中部に位置する。北で一之江町、東で春江町五丁目、南で船堀七丁目、西で船堀五丁目と隣接する。東辺を一之江通りと接し、西辺を一之江境川で隠す。 町域内のほとんどは住宅地であるが、町域面積の極めて小さな町であるため、公共施設などは少ない。学区は町域外に設置された学校の学区に組み込まれており、小学校は船堀の江戸川区立船堀第二小学校、中学校は春江町の江戸川区立二の江中学校とされている。1889年の町村生士工事には、水穂村、 1913年以降は、水江村の大技であった。1932年の江戸川区成立時に、二の江町となる。1938年の町名地番整理により、町の大部分が、春江町四から五丁目、西水江四から五丁目、江戸川四から六丁目となった。1967年の住居表示実施により一部が、船堀七丁目となり、残る一部が、 現在の二の絵町で、住居表示未実施の協商区域として存続している。二の絵町のほか、近隣の一の絵町、春江町4.5丁目、西水江5丁目、江戸川6丁目を含む一帯について、江戸川区は二の絵市から5丁目という新町名への変更を予定し、1998年5月1日付の広報江戸川に新町行き図が掲載された。 しかし、住民の強い反対により、当該地区の町名変更は見送られている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域内に鉄道駅はない。 しかし、隣接する船堀、市の江に、それぞれ一路線一駅があるため、地域住民の鉄道交通機関の利用に困難は、少ない。都営地下鉄新宿線船堀駅及び、市の江駅が最寄駅となる。以下に、最寄駅を挙げる。現在、市の江通りを、下記の都営バス1系統が走っているのみであり、加西駅、平井駅との連絡がある。ありがとうございます。